お疲れ様でした。それぞれ今日の試合の、振り返りをお願いします。かなりこう差が開いた試合の展開だったんで、すごくこう気持ちとしても難しいところもあって、まあ、自分たちのダメな部分が出たのかなっていうのはあって、まあ、最終的には勝ててよかったんですけど、まあ、これがもう二度と起こらないように修正していければいいかなと。まあ、序盤あまりいい展開がなかったので、まあ、外から見ていて、まあ、自分のやるチャンスがあれば鍛えられるかなと思いながらプレーしたので、まあ、その結果が最後負けに入りですけど勝つことができたので本当に良かったなと思います。お互いの今日のプレーについてそれぞれコメントいただけますか。まあ、今日会が入って、まあ、本当にこう違いを見せつけたとか、うん、チームとして雰囲気を変えてくれたので、まあ、本当にそこは本当にすごく助かるというか、サーブに関してもすごく貢献してくれたので、まあ、今日の試合は本当に助けられました。本当ここ1点欲しいってところでスパイクだったりサービスエースっていうのが出てたので、本当に自分も楽にプレーできちゃって、まあ、その1点があるおかげで自分も伸び伸びできるので、まあ、すごく助かりました。まあ、今日の勝利で、プレーオフ進出が決まりました。でもう順位的にももう8位確定で、もう1位も昇門が決まってると思いますので、じゃあプレーオフに向けて最後それぞれ一言お願いします。そうですね、まあ、まだ理由が後一緒あるんで、そこで自分たちのバレーをするというところをもう一回決定して、まあ、次につながるような試合にすればいいかなと思います。はい、お願いします。前回こうフルセットで負けて負けようと思います。前回フルセットやってるので、まあ、自分たちもまだまだやれるっていうのはもう分かってるので、まあ、来週のプレーオフ最後の試合をしっかり終わらせられたらいいのかなと思います。